今この芝居に上がった瞬間、はぁ、あ、という少しため息が漏れたんですが、喜びの声をまずはお願いします。そうですね、今日はなんか非常にね、自我だと言いますかね、一人攻撃の性格を見せていただきまして、僕もやることなんですけど、全てなんか裏目に言われてね、もうわざわざ女性に選手に任せるんじゃないなと思って、この気持ちいい活動を続けていきたいと思いますので、一層のご